北海道余市町、海と山に囲まれたこの恵み豊かな町に私立北星学園余市高等学校はある。生徒たちの出身地は全国にわたり年齢も様々。彼らの多くは不登校、いじめなどに傷つきもがいた過去を背負っている。17年前、北星余市は全国の高校から大きな注目を浴びるチャレンジに乗り出した。居場所を失った高校中退者を全国から受け入れるという日本で初めての挑戦に最初の一歩を刻んだのである。このドラマは北星余市が中退者受け入れをスタートさせた1988年に遡る。不良と呼ばれ大人たちの間をたらい回しにされた挙句、北星余市にたどり着いた少年少女たち。その中に一人、全てを拒絶するような鋭い目の17歳がいた。彼の名を吉家博之という。出て行けってものが。私に何かあっても決してうちには帰ってくるな。何かって？私の葬式だよ。母さんもクタクタなんだ。母さんってなんだよ。あれはお前の女房かもしれないが、俺の母親じゃない。金で済むならいくらでも出す。高校中退者を受け入れてくれるらしい。嫌だね。そんな簡単に厄介払いされてたまるか。そっちは先輩やめてください。先輩先輩そんなところにぼーっと突っ立ってんじゃねえ。おい、あ、拾えよ。なんだよおめえ、何言ってんだよ。やめとけ。お前らもさっさと行けよ。おめえら見慣れねえ顔だよな。なんか文句があったら言ってみるや。だから何やってる。おめえだ、何やってんのよ。おまわりさん、なんかこの人たちにイチャモンつけられたんすよ。笑わせんの。キャッガキじゃあるまいし。着いた途端に呼び出しか。あ、わかりました。すぐ参りますから。先生、私もすぐに駆けつけますから。いや、足立先生と二人で十分でしょう。どっちも悪そうな顔してるな。人の人数を言えた面じゃないでしょうか。じゃあ後で連絡します。お願いします。いいな先生、気にしなくていいからね。そうそう、岩崎先生はいつもあの調子だから。しかしまあ、編入式の前日にもう警察から呼び出しだ。先が思いやられる。先生、警察から呼び出しですよ。
へえ。問題を起こさないでくださいよ。本当にお願いしますよ。やめておけ。言っても無駄だ。ここでお前が吠えても状況悪くするだけだぞ。許せ。悪いようにはしねえから俺の言う通りにしておけ。偉そうに命令すんな。明日の編入式出たくないのか。お前だって覚悟してここまで来たんだろう。待たせたわね。ごめんなさい。今課長さんと話してきた。無罪方面だ。立て。挨拶をくれました。私は北遊与一の足立俊子と言います。2年 C 組吉家君の編入するクラスの担任です。こちらは岩崎達先生、生活指導部で。俺なんかした？え？勝手に疑って報道しておいて、ふざけんな。警察の誰か出てきて俺に謝るってのが筋ってもんだろ。警察はお前たちに事情を聞いただけだろうよ。納得いかねえ。私が謝る。ごめんなさい。あなた関係ないじゃん。関係ある。私も話を聞いた時あなたのことを一瞬疑ったから。サービス悪くない？俺客だろ。客って？お前ら金が欲しくて中退者受け入れなんか始めたんだろ。だったら俺ら客でしょ。何ヘラヘラ偉そうなこと言ってんだ。なんだよその目は。蹴られるぐらいの覚悟でほざいてんじゃねえのか。岩崎先生、それぐらいにしとけ。卒業まで長いんだ。だから命令すんなっつったろ。待ちなさい。まだなんかよ。あなたたちは客じゃありません。私の大事な生徒です。厄介者抱えて面倒だってあんたの顔に書いてあるぞ。食事始めるぞ。下へ降りてこい。やったー、飯食った。段取り悪いよ、段取り。早く飯食いちゃおうよ。早く飯食いちゃおうよ。そんなわけで息子たちも独立したし、北遊与一の中退者を受け入れるっちゅう心意気に賛同してこの立花寮を立ち上げたというわけです。あ、うちは本来リンゴ農家で、俺も神さんも高校生の寮を切り盛りするなんて正直思ってもいなかったからさ。お父さん、挨拶はその辺で。ま、慣れないところは勘弁してください。あ、じゃあ自己紹介いこうか。最年長の高橋君からやってくんないかな。じゃあ高橋則之、21歳です。広島県から来ました。普段は普通に喋ってますが、本当に怒った時だけ広島弁になります。3年に編入よろしく。広島弁。うわ、他に3年は俺一人かな。泉守、札幌出身。趣味はバイクを飛ばすこと。バイクって暴走族ってこと？どうでしょう。うわ、かっこいいね。17で3年に編入します。17で3年に編入ってお前ダブってないのか。おかげさまで留年はなし。運のいいやつだな。次は2年か。向井刑事です。埼玉出身です。小学校はなんとか卒業したんですけど、中学校は3日しか行ってません。高校は定時制に入ったんですけど、でもやっぱり続かなくて。とにかく北遊与一でやり直したいと思ってやってきました。17歳。2年に編入します。よろしくお願いします。あと2年は吉江君か。吉江博之、康介と書いて博之と読みます。へそ曲がりの親父がつけた名前です。17、長野県。2年
よし、あとは1年生か。じゃあ俺行きます。奥原雅人、1年生です。東京から来ました。もう噂になってるよ。ほらあそこにいる子たち、与一の地元グループ。だから何、みんな舐められちゃいけないって身構えてんだめ。与一指名のは自分たちだって。途中から来たよそ者にでかい面されてたまるかーってさっき叫んでた。こんなちっぽけな町指名ってどうすんの。私も与一出身なんだ。だけど他の高校を中退して1年フラフラしてここに入り直したの。だからあんたと同じ2年生は2回目。少し黙っててくれ。私と付き合わない？は、私金井志保、志保って呼んでいいよ。返事は？返事がないのはイエスって取るタイプだから。私覚えておいて。2年 C 組スタートします。皆さん爽やかに挨拶しましょうね。先生、俺爽やかになんかできねえや。どうしたの？こいつらなんだ。俺たちの制服こんなに改造してさ、編入組でまともに着るやつなんか一人もいねえべや。こういうののさぼらしていいのか。いるべさ、一人まともに来てるの。先生、注意してやって。坪井くん座りなさい。塩さん、あなたもみんな座って。吉井くん、何するんですか。これで満足か。編入生の入場です。よ、お前ストーブで制服燃やしたんだってな。やるね、さすが根性座って。うるせえから黙っててくれないか。お前そんなにそういう口の利き方していいのか。お前こそ俺と同じ17じゃねえか。なんか問題あるか。ふざけんなよこの野郎。何やってるのあなたたち。どんなことも時と場所を選びなさい。編入式が始まります。どこでも飛んできやがって。何、いちいち首突っ込んでくんじゃねえや。うるせえな。1988年度北雄学園与一高校編入式を始めます。まずはじめに編入生の紹介をいたします。あれからもう小競り合いだ。名前を呼ばれた方は予想をはるかに越してます。つまらないことでもめやがって。放課後手分けしてまた寮を回った方がいいですね。そうですね、寮と学校側の連絡ももっと密にしていかないとえらいことになる。定期的な連絡体制をもう一度見直しましょう。やはり準備期間が足りなかったんじゃありませんか。今さらそういう言い方はやめませんか。でも中退者の受け入れはやはりもう一度見送った方がベストだったかもしれませんね。そういう愚痴は生徒につけ込まれるだけですよ。私は批判したわけじゃない。今ある現実を認めようといただけです。何にしてももう私たちはこの生徒たちと出会ったんです。全てがまだまだ足りないのは事実です。でもそこを真摯に認めて奮起することでしかこの状況を変えることはできない。
やるしかないです。吉家博之君。はい。頑張れす。制服を燃やしたのはどうして？威嚇のため？さあ、クラスのみんなあなたのこと怖がってる。とてもいい雰囲気とは言えないな。そら俺のせいか。教室は学ぶところです。誰かの理不尽な力によって支配したりされたりするところではないんです。もう帰っていいですか、吉家君。クソッパ。何してんだよ、こっち来いよ。ちょっと外行ってさ、醤油味のカップ麺買ってきてくんねえかな。あ、お前2年なんだからさ、先輩のパシリぐらいやれよ。お母さんここへ遊ぼうよ。そうやって最初から素直にやればいいんだよ。なんだこれ、舐めたまにしやがって。誰かスポーツ新聞も俺に元気あってんのか。先に言ってきたのはお前の方だ。お前は2年で俺は3年なんだよ。同じこと何度も言わせんじゃねえよ。じゃあお前ら見てないで手伝えよ。どうなっちゃうんでしょうね、これから。さあな。吉家博之君。吉家君。向井君、吉家君は朝寮で顔合わせなかった？いや、吉家君はどうだったかな。あんた嘘つくの下手だね。あんなやつほっとけよ。そのうちまた中退していくって。何言ってんの、塩さん。席について。吉田ひののりくん。はい。ルカワマサノブくん。吉江くん、入るわよ。どうしたの、ね、何があったの。別に。何ですか別にって。いい、
奥遊与一はどんな暴力も絶対に許さない。誰に殴られたの教えて。殴られてなんかねえよ。暴力に立ち向かうのは確かにとても勇気がいる。だからみんな黙っていたり見て見ぬふりをする。でもね、奥遊与一をそんな情けない場所にしてはいけないの。バッカじゃねえの。奥遊与一に期待してここで出直しを目指して集まってきた仲間たちを裏切るような真似をやめてちょうだい。これはあなた一人の問題ではないのよ。違うって。だったらこの怪我は何。吉江君、ごめんなさい。でも僕本当何も知らなくて、昨日はすぐ早く寝ちゃったし。地元に帰ればいっぱしに白いした連中がこれだけ集まってんだ。どいつもこいつも必死だよ。誰が下で誰が上なのか、メンツの張り合うって当然だろ。だから何。ここで舐められて負けを認めたらこの先ずっと負け続けんだ。それだけは勘弁って誰でも思うさ。だから知らねえっつってんだろ。何度も聞くな。同じ寮で気がつかないわけないでしょ。一つ聞くけどさ、暴力振るえば即退学か。たくさんの話し合いの後で状況も十分考えて処分が決まるから、それは何とも言えない。だから暴力事件の現場を押さえた段階で留はともあれ全員謹慎処分にすりゃいいんですよ。まあ、とにかく今は北洋一のルールを守らせることが大事なんだから。それもいささか強引な気がしますけどね。暴動が起こりますよそんなことしたら。そうなった時にはこっちが受けて立ちゃいいんだよ。いやしかしさ、彼らは今まで力で押さえつけられてきた連中ですしね。頭ごなしにルールを押し付けるやり方が果たして通用するかどうか。そうは言ってもですよ、奴らが夢中になってる勢力争いなんてことはここじゃ何の意味もないことなんだと教えるには今しかないんだよ。その通りです。ただ私は北遊与一だからこその解決策を生徒たちに示してやりたいんです。全員謹慎処分はダメですかね。例えばどういう。あの子たちが自分から名乗り出てくるまで辛抱強く待ちたいと思ってるんです。本気ですか。それで誰も名乗り出てこなかったらどうするんですか。足立先生、それは理想論ですよ。教育は理想を追うもんじゃないでしょうか。世の中がこれだけ汚れているからこそ教育ぐらいは美しくありたいと思いません。あの子たちにその思いが伝わりますかね。必ず伝わると信じてます。この番組は携帯は生活のあらゆるシーンへ、ドコモグループ、清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ドライブ・ユア・ドリームズ、トヨタ自動車、
アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはよう。どうしたの？何やってんの？バイトの帰り、私新聞配達やってそのまま学校来てんの。二度寝すると起きれないから。食べる？おはようパン。あったかいよ。あんたは誰か殴ってきたところ、血の匂いがするよ。それであんたが勝ったって言いたいんだべ。やられたらやり返すだけだべ。それがどんどんエスカレートしていくだけだよね。何を言いたい？別に、私はあんたにここを辞めてほしくないだけ。やめなよそれ。そのうち爪がボロボロになっちゃうっしょ。もうなってる。モルは伸びてる。あれじゃ 2,3 日まともに動けない。寝込みを襲うっていうのはやり方としてどうなんだ？それでお前はここに何をしに帰ってきた？悪かったと思って。今更だな。あんなやり方で不意打ちされて、このままモルが治めると思うか？お前のせいで一気に最悪の状況になってんだぞ。すまん。それで謝ったつもりなんか！いや、悪いがお前ここ出てってくれんか。お前みたいに手段を選ばんやつ抱えちょったら、いつかみんなここを追い出される羽目になる。それはここをおられんようになって、次わしらを引き取ってくれる下宿や寮があると思うんか？わかるじゃろ、今更みんな親の家には帰れん。どがにしてもここでやらんにゃいけん連中なんじゃ。お前が出てくおかあな、わかるじゃろ。今後は電話も手紙も一切やめてくれ。くれぐれも頼む。父。悪いが、これで勘弁してくれ。
足の爪か。帰るところがないのは俺も同じなんだ。3年生の顔潰したのは俺だ。だから謝る。これ以上騒ぎは起こさない。これは俺の誓いの証だ。吉家の足の爪だ。ええか、これで。これで収めちゃう手もある。我にとっても悪いな話だ。もういい。じゃあどう。ええか、吉家と守の件はたった今決着したけん、全員この事件のことは全てきれいに忘れや。ここで見とったことをチートでも外に漏らしたら、わしらは一人残らずここを追い出される。絶対外に漏らさんと約束できるやつ、手を挙げてくれや。もうそれで。おはよう、足立です。みんなもう起きてる。また来やがった。もうすぐ足立ちだって言ってたのに。何？ラジオ体操やってるの？はい、みんなで話し合って毎朝有志でラジオ体操やろうってことになって。そう。5、6、7、8、1。あ、守なんですけど、ゆべから風邪をこじらしたようで。あら、大丈夫？さっきやっと眠ったところなんです。 2,3 日学校休んでいいですかね？熱はどうなの？心配しないでください。ただの風邪ですから。あいつも人に世話焼かれるのは嫌だと思うから。分かった。じゃあ体大事にするように言ってちょうだい。じゃあ学校でね、何か私に言いたいことがあるときはいつでも声かけてちょうだい。はい、待ってるから。ありがとうございました。大きく大きく、1、2、3、4。じゃあ前に出て解いてもらいましょう。吉江君。先生ダメだ。吉江にそんな無理させないで。できないって言っておいた。じゃあ志保さんに答えてもらおうか。で、そう来る？吉江、いいだろう。吉江、あんた今日掃除当番だべ。何回サボれば気が済むんだ。やっべ。ああ、ちょっと吉江、戻ってきてよ。ねえ、聞いてんの？ああ、それならこれより強行演奏をスタートさせる。これはお前たちの先輩が受け継いできた北竜愛知の伝統行事だ。先生も幕通して。しかし相変わらずお前は無茶すんな。やるさ、心配ならいらない。70キロだぞ。爪剥いだその足でか。歩かなきゃならないんだ。どんなことしてんの？そこまでする理由って何？足立が感づいてる。え？バレないためにも俺は歩く。でもさ、頼むから俺のところに心配そうに来ないでくれ。
分かったよ。温かく待っててください。それじゃあ検討を終えるぞ。では校長お願いします。よーい。関門所通過、頑張れよ。はい。その足じゃゴールは遠いな。教室の掃除サボってんだって。ガキだなお前。お前このまま行くと間違いなく逃げ草がつくぞ。痛そうじゃないか。だよお前、今までのやり方捨てろ。これまでのやり方に固執する奴は卒業までに必ず自滅していくんだ。お前ここでやっていく覚悟があんのかないのか、はっきりしてくれ。じゃあゴールで待ってる。くそ。麦茶ださ、がっつり飲めば70キロ歩き通せること間違いないやめろって言ってるぜ。終わったんだ。自分も歩けば言ってるっしょ。いいだろう。手放すくらいなら俺を何で産んだんだ。どうして俺を置いてったんだ母さん。何考えてんの。きっとヨシエのこと待ってると思うよ。私頭悪いけどそのぐらいはわかる。足立はあんたが自分から口開くの待ってるんだべ。だからどうした。you
ぞ。よしえ君、よしえ、よしえ君頑張って、あと少しだぞ。もう少しでゴールだから。よしえ、よしえ、大丈夫。よしえ君、触んじゃねえ。俺に触んな。まだやれる、十分やれる。外のバイクも処分ですか。ええ、全部持ってってください。わかりました。無茶しやがって。病院行くぞ。なあ。あ、何？ゴールの手前で俺を抱えたのあんたか。覚えてないのか。俺はお前助ける気なんかさらさらなかったよ。じゃあ私先生と金井志保だ。恥ずかしいな。二人に支えられてやっとこさゴールだ。どうすんだ。足立先生にこれからどうやって答えるんだよ。あ？同じが心配で心配で先生はずっと見守ってたんだぞ。気づかなかったろうけど、これからこの借りをどうやって返すか楽しみにしてるよ。どうしたの。俺の足の爪のことだけど、あれ自分でやった。同じ寮の3年の顔を潰すような騒ぎを起こして詫び入れんのに爪をやった。そんなことは分かってる。私が聞きたかったのは、最初に暴力に訴えたのは誰なのか、挑発し加担しさらに復讐したのは誰で、それらを見て見ぬふりしたのは誰なのか。それだけじゃないわよ。事件に関わった一人一人がその時の自分をどう感じたのか、これから同じようなことが起こったらまた同じような態度を繰り返すのか、本来自分はどうすべきだったのか、どういう自分でありたいのか。先生はね、そこを話し合いたいんです。そんなところに突っ立ってないで手伝いなさいよ。よく自分から言ってきてくれました。ありがとう。でもあなたが奥井陽一のルールを破ったことは事実です。わかるね。処分なら覚悟してる。暴力事件を起こした者は無期停学です。謹慎中は登校もできないし寮で過ごすことも許されません。俺長野の家には帰れない。じゃあ陽一の牧場で謹慎中あなたを預かってくれるところを探してみましょうね。
それと謹慎が明けたらあなた橘寮を出ることになるかもしれない。橘寮の管理人さん決して悪い人じゃないんだけどね、ルールや規則に厳しい人だからね、あなた置いておけないって話になるかもしれない。俺あそこ出されたら難しいけど謹慎中に何とかしましょうね。なんであいつ一人だけ処分なんだ。明日から無期停学って本当ですか。ああ、お前どう思う。俺に聞くなよ。このまま放っといていいと思うか。僕は嫌だ。へえ。まあ考えようによってはこれで良かったのかもしれないですね。まあ確かにね、あれで義家が仲間を売るようなやつであればそれこそ先が思いやられる。そうでしょうか。その事件で一番悪いと思われるやつを一人処分して、関わったやつら全員の胸に罪悪感なり恐れなり何かの形で響けば、それも立派な指導ですよ。ただ義家の場合、なんでああまで頑固に他のやつらの名前明かさないのか、その理由がいまいちピンとこないんだよ。そうですよね。あいつは報復を恐れるような玉じゃない。多分義家博之の場合は、全て自分のためですよ。自分のため？一見他の生徒をかばうような行動に見えても、彼の中には非常に利己的な動機があるんです。と言いますと？彼は自分以外の人間に全く興味ないんですよ。義家の場合は自分以外の誰かのために動いた時、初めて成長する気がするんです。売られていくのか。おはようございます。先生、でっかく声出さないでくれ。妊娠中の牛がいるんだ。ごめんなさい、気がつかなくて。どうしたの。くせえ、息ができない。おい、あんちゃん、挨拶はどうした？え？ああ、これから始まる謹慎中、お前の全部に責任を持つ俺にまともな挨拶一つできないとはどういうことだ。ああ、いや、ああじゃねえ、バカモンが。すぐ着替えてこい、搾乳の時間だ。できたか、反省文。いや、お前んとこの親は息子が謹慎食らって牧場で働いてるってことを知ってんのか。いや、電話して報告しろ。こき使われてへばってるってな。いや、うちの親父はまだ10代で手放した息子を忘れるバカはいない。お前のことは毎日思い出してるはずだ。かけてやれ、切って喜ぶ。はい、義家です。もしもし、もしもし、もしもし、俺
どういうつもりだ。なんでかけてきた。あのまさか帰ってくるつもりじゃないだろうな。母さん起きてきた。切るぞ。母さん。笑わせんな。あの女はお前の女房で俺の母親じゃないって言ったろ。何べん言わせんだ。首洗って待ってろよ。絶対復讐してやる。積み上げ事件について全員学校側に告白してさ、みんなで謹慎処分を食らった。揃って無期停学だ。まさかあいつ。みんなここで働くのか。謹慎の館に入るのは一牧場一人だから、こいつら全員俺が送り届けんだ。その前に吉江のところに顔出しておきたくてさ。せっかく俺が黙ってんのに、なんでわざわざ喋ったんだ。俺は情けない男だった。逃げるが勝ちだと思ってた。すまない。ったくしょうがないからゲロってやったらよ、みんなまとめて寮追い出されちまってさ。義家悪かった。ごめんね。ごめん。すいませんでした。すいませんでした。すいませんでした。俺は一人で生きていける。どこ行くんだよ。おい先輩。誰も信じてたまるもんか。よし先輩。おい待ってください。待てよ。俺は一人で十分やっていけるんだ。守が言いたいことあるってさ。俺お前が一人で名乗り出たって聞いた時悔しくてさ、お前のこと本当なぶり殺してやろうかと思ったよ。何言ってんだよ。でもやっぱり捨て身のやつにはかなわないと思った。俺の負けだ。そんなこと言うな。俺の方こそ先に謝られて立ちはない。すまん。おい、おい、いいだろ。行くぞ。お世話になりました。でかい声出すな。妊娠してる人がいるんだ。何度も言わせるな。あ、はい。気が向いたらいつでもまた遊び来い。あ、いや、俺やっぱこの匂いが。正月には踏んだ式の修理をやる。行くところがなければ手伝い。え？じゃあな。なんだよ。資本家だね。お前たちのために寮にしてもらったんだよ。もう絶対に迷惑かけんなよ。頼むぞ。はい、しつこーく。足が汚れてるやつそこの水道で洗ってから入って。新築だから汚さないでくれってさ。え、お前ち寮になったの。覚悟しなよ、うちの母さん人使い。あら、あんたたちかい。
立花さんとこば追い出されたっちゅうの。なんまら悪そうなのが揃ったべ。上等だべさ。昼まだっしょ。はく入れ。はい、部屋割りはくじ引きだから。ほらこの箸引いて。ここ一人部屋か。いや一人部屋じゃなくて。残念だべさ。うちは今んとこ全部4人部屋。4人押し込まれんの。勘弁してほしいわ。マジか。一部屋どんぐらいの広さなんだよ。なんだかめまいしてきたよ。逃げちゃうよ。マジで。あんたたちを受け入れてくれるとこ探して、なんぼか足立先生が骨折ったか分かってるべか。あんたたち人の苦労もどこ吹く風の大バカ者の集まりか。自分一人の力ででかくなったつもりだったら大間違いだべさ。うちはもともと女子寮のつもりだったんだべ。したっけ足立先生がはっちゃ聞こえて頭下げ回ってんの見てたまんなくてさ。そったら4人部屋が嫌だったらちゃっちゃと他の寮探してくれていいべ。私はそれで構わないべさ。分かったら足立先生に礼言ってきな。よかったわね、受け入れてくれる寮があって。足立、声どうしたんだ。ごめん、急にね、出なくなっちゃった。俺のせいか。そう、お前のせいだ。言わないと分かんないですよ、こいつは。お前みたいな生徒がよ、驚異的な忍耐力でもって待ち続けることがどんなに大変なことか、お前には分かるか。殊勝な顔して俺のせいかなんて言うな、しらじらしい。こんな。いや、聞くけども、お前は足立先生に何ができるんだ。お前のおかげでもって精神的にも肉体的にも疲労しきった足立先生に何をもって答えるんだよ。なこと急に言われて思いつくかよ。いつかね。じゃあ思いつくまで100年経ってろ。吉家、一ついいか。なんだよ。俺さ、実は広島に帰ることになってさ。ここ辞めんのか。いや、1年休学するつもりだ。親父の会社がちょっといろいろあってな、助けてやりてんだ。親父さんとはうまくいってんのか。さあな、俺も 5,6 年会ってねえからピンとこないな。戻ってくんだよな。ああ、来年必ず戻る。3年をもう一度やってお前と一緒に卒業するぜ。本当か。約束する。いつここ出んの。明日の朝。え、のりゆき、のりゆき。見送られるのは苦手だから一人で行く。悪く思うな、必ず帰ってくる。あいつ帰ってきたら思いっきり締めてやる。署名してって、お願いお願い、署名してって。こっち来たよ、こっち。早く早く早く。よし、オッケー。お願いします。あの校長先生のふざけた像に禁煙運動スタートの助けかけたのあなたでしょ。まあ、そのあなたがなぜタバコ吸ったの。先生、悪いのは私なんですよ。あなたの話はまた後で聞きます。すまん。口先だけで反省したふりをするんじゃない。そんなんじゃねえよ。北雄陽一の生徒がなぜタバコを吸ってはいけないのか分かる。いや、それがルールだからです。そんなんで納得いくかよ。社会のルールは必ず意味があるから存在しているの。信号機だってそう。結婚だ、離婚だ、出産だ、死亡だ、それを役所に届けるのもそう。ルールそのものが気に入らないのなら早く偉くなって新しくルールを作り直してちょうだい。なんだそれ。のりゆき、元気か。
こっちはまだ10月だってのに、朝晩はストーブをつけたいぐらい寒くなった。俺は相変わらず足立に説教ばかり食らっている。この間は駅前でキーがつけっぱなしのバイクをちょっと拝借したら警察沙汰になった。迎えに来てくれたのが足立で、あん時はさすがに答えた。やめてくれよ、俺が悪かった。そんなこと言って、ああ今度こそ分かってくれたのかなって思った頃に、あなたまた何かやるの。石を投げて校舎の窓割った時もそう、授業中抜けした時も、喧嘩の時もそうだった。いつも繰り返してない。それで今度はバイクを盗んだって、どういうこと。情けない。泣くなって。泣いてない。だ勘弁してくれ。強くなりなさい。どんな甘えも決して許さない。厳しい自分に丸変わるの。分かってるよ。私を何度も裏切ってもいい。でも自分の決めた生き方を裏切るのはやめなさい。うん。私と一緒にもう一度スタートラインから始めるんです。え、何驚いた。いや、警察沙汰になって俺は今度こそ足立に見捨てられると思ってた。何言ってるよ。あなたがどこに逃げても私は探し出すわよ。警察どころか地獄の底まで迎えに行く。覚悟しなさいよ。ここまでは、携帯は生活のあらゆるシーンへ、ドコモグループ。清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ドライブユアドリームズトヨタ自動車、アサヒビールと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。先に卒業するまま俺のこと考えてたら寂しくなっちゃってさ。それでやっぱなんか思い出作りしようってことになって。ふざけんなよ。就職おめでとう、卒業おめでとう。俺は絶対忘れるんだよ。よしよし、のりゆきが、のりゆきが学校に退学届出したって。落ち着きなさいよ。うるせえ、ごたごた言ってねえで教えろよ。どうなってんだ。退学届は郵送で送られてきたの。でもまだ正式に受理してないから、本人と話がしたいんだけどね。私もまだ連絡取れなくて、だから事情は何もわからないぞ。ああ、これですかね。これ、のりゆきの父親の会社ですよ。どういうことだよ。潰れたらしいんだよ。全国版乗るくらいだから、かなりの大型倒産なんだ。事情は本人に聞かなきゃ分かんないけどな。事情なんかクソくらい。よし、行く。そんな裏勝手な都合で戻ってこれなくなったのか。私が本人と必ず話をするから落ち着いてくださいよ。親子で学校たらい回しにするわ。今度は産む失敗で学校諦めさせるわ。一体何なんだよ。まったれたこと言うんじゃないよ。どんな事情があったかわからないけど、のりゆきが自分で決めたことなんだから、とりあえず受け入れてやれよ。はぁ、岩崎てめぇ、任せこら。よし、よし、岩崎、やめて。どうなってんだ、この野郎。じゃあ俺たち3年 C 組は来月の球技大会の種目にソフトボールを提案するってことでいいか。おっしゃ、もちろんだ。りっちゃん、
とにかくやる以上は優勝しかない。勝ちにこだっていくぞ。いいじゃん。あんた勝ち負けが絡むと暑苦しいね。うるせえ。のりゆきさんがいればもっと面白い試合になるのね。つまんねえこと言うんじゃねえよ。なんであいつの話はすんな。やらせろ。代打高橋典之。あっちまえ典之。まさか。期待させんなよ。まだ体温まってなかったな。ダグ舐めた真似しやがって。悪かったよ。今まで何やってたんだよ。仕方ねえだろ。お子さんかけて俺だってわけわかんねえ状態だったんだよ。で俺たち一言もねえんだ。相談でもいい、愚痴でもいい、金なら俺がいくらでも恐喝して集めてきた。飲まねえで切るかタコ。まさらのこのこ出てくんじゃねえよ。目に命令される覚えはねえんだよ。何やってんの。やめろ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 。やめなさいよ。金なくてさ、退学しようと思ってたんだけど、私から連絡あって。なんて。今帰ってくれば来年の卒業に間に合うからって。それで奨学金も申請してくれてさ。でも俺が北井陽一に戻ろうって決めたのはお前のおかげだ。え？こっちにしつこく帰ってこいっていう脅迫状送ってきやがって。脅迫のつもりはなかったけどさ。お前は誰がどうなろうと基本的にはどうでもいいやつだと思ってたよ。俺もだ。え？俺も驚いてる。なんでこんなに帰ってこいって叫んだのか自分でも不思議なんだ。お前変わったんだよ。
おい、お前らの処分決定したぞ。暴力事件と足立先生が止めたにもかかわらず稲夫と合わせて無期停学だ。せっかく戻ってきたと思ったら懲りないやつだな、お前。それから吉江も則之もだな。謹慎明け一日も休まず登校して卒業単位ギリギリクリアだ。どういうことだよ。バカ、単位が取れなかったら卒業できねえんだよ。それからお前ら遅刻早退中抜け、絶対許されない。以上。そんな。ここからは大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。正直卒業まで一日も休めないっていうのはきついよね。東よしのりくん、大森健二くん。はい、みんな青年読書ジャンプ大会を始めるよ。はい、集まって、まずまずみんな集まって。なんだべ。21番向井圭司くん、3年 C 組。よし、今日俺は初めてお前に文句を言う。俺は球技大会の時最後のバッターだったんだ。なんで打たせてくれなかった。俺は打てた。すまなかった。でもまた同じことが起きたら俺はまた別のやつに代打で打たせる。勘弁してくれ。よいしょ。エイジ、打てなくてすまなかった。でもな、きっとお前がやってても俺と同じ三振だ。バカ三連発。寂しくなるな。あともう少しで卒業式か。2年が言ってたぜ。先輩たちのバカを一生懸命やる姿がかっこいいです。俺たちの憧れです。バカの一言は余計だ。褒められてるんですよ。なんかこうつまんないことでもさ、一つ北遊用地に残せたんなら俺は満足だ。そうだな。年が明けたら卒業か。範之、卒業生代表で登場論だろ。ああ。何それ。生徒会が募集したんだよ。今までは生徒会長が登場できたけどさ、今年はもしやりたいやつがいたらって3年生全体に声かけて。そういや、そんなの生徒会ニュースで見たような気がするな。で、手挙げたの。そう、で、俺がやることになった。すげえ。俺はダッシュだ、急げ。うるせえ。やべえな、俺ら本当にこんなんで卒業できんのか。違う。明治学院大学の法学部から推薦入学の合格通知届きました。おめでとう。あなたの努力の成果です。先生とっても嬉しい。吉重、おめでとう。よかったわね。うちの親父、偏差値55以上なら金出すって言ったんだよな。そうよ。合格のこと足立から親父に伝えてくれ。自分で伝えなくていいの。俺はいい。わかった。吉重、
なんだよ。ねえ、よしえの夢って何なの？大学行って何すんの？そんなことはいいんだよ、話せよ。私の夢聞けた？知らねえ。私の夢はね、旦那に稼がせてそれを一滴残らず絞り取って自分の好きなことすること。うちの母さんみたいに思いつく量を作っちゃうの。そういう人生を送るの。勝手にしろ。よしえ、おめでとう。ねえ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 、先生の夢って何？え？教えて。さあ、何かしらね。ったくしょうがねえな。まだ当時考えてねえのかよ。もう1週間前だぞ。悪いな、付き合わせて。でもさ、お前が大学行くとは思わなかったよ。そうか。お前大学行って何やんの？もしよかったら俺と一緒にやんねえか。俺お前とだったらうまくやってくれると思う。お前根性あるし。悪い、俺は高校を出て弁護士を目指す。こっからが俺のスタートなんだ。俺の復讐がやっと始まるんだ。まだ俺がガキの頃、親父はよく言ってた。ひろゆき、弁護士になれ。そんな話親父はもう覚えちゃいないだろう。その鼻先に司法試験の合格通知を叩きつけてやるんだ。笑えんだろ。お前そんなこと考えてたんだな。俺は弁護士になって理不尽な世の中と戦ってやる。いつか世間俺の足元にひれ伏させるんだ。親父への恨みはもういいじゃねえか。お前はここで夜市でこれだけ買われたんだ。自分の居場所を奪われた恨みがわかるか。いや、どうかな。帰ってくんな。何があろうと、たとえ親が死んでも戻ってくんな。そう正面切って言われた俺の怒りはどこに向ければいい。確かに俺はとんでもない不良だったさ。人殺し以外は何でもやってきた。家でも暴力を振るった。瞬間でもいいから気持ちのいいことを追い続けた。でも新しいてめえの女房に気遣って俺を厄介者扱いしたのは親父だ。俺から居場所を奪ったこの恨みは多分一生消えない。いいだろ。今日遅刻したら卒業できねえ。2年間俺たちがやってきたことを全てパーだぞ。いいから早く乗れ。いや、欲しい。悪い。なんだよ。俺アダッチ裏切れねえ。なんなんだよ。待って。ああ、おい。まだ呼ばれてねえよ。俺は頼むよ。吉江だけも出席させてくれねえか。何言ってんだお前。俺があの時バイク乗ろうなんて誘わなければ多分間に合ってた。うるせえ。俺あの時迷わなきゃ間に合ったんだ。頼む、乗る駅だけでも出席してくれ。何なんだよお前。しつこいんだよお前。どとてめえ。静かになさい。吉江ひろゆき君。はい。高橋のりゆき君。あ、はい。遅刻しないでちゃんと来てるみんなに謝りなさい。へへ、ゆかいさつかまん。謝りなさい。
すみませんでした。 みんなどう？この二人今日出席扱いにしてもいいかな？でもな、二人とも毎日いつでもギリギリだからな。これだけ痛い目見ればもう二人もこんなことしないよ。そんなことないっしょ。きっとこの二人は明日も同じように駆け込んでくると思う。しよ。でもバイクに乗るのはまずいと思ったわけでしょ。その頑張りに免じて今日はセーフ。でも明日また同じことやったらアウトでいいと思う。みんなどうなの？いいよいいよ。すまない。ありがとう。卒業まであと少し。絶対遅刻すんのよ。あんたたち墓行くね。夜食食べさ、あったまるさ。ごちそうありがとう。もっそう。うん、ね、男の子もいいね。おばさん女の子しか育ててないからさ、あんたたち来てくれてもう一度子育てさせてもらったような気分ださ。司法なら男みたいなもんだろ。あはは、確かに。足立先生にほだされてあんたたち引き受けちゃったけど、なんぼか後悔したことかしたっけ。今本当に思う。そったら毎日も間違いなく幸せだったってさ。幸せっちゅうのは今自分が持ってるものに感謝することなんだってあんたたちから教わったべさ。ありがとう。やめてくれよおばさん。したら無理するんでないよ。おやすみ。おやすみ。のりゆき。ん？お前の当時に一本一だよ。これいけてる。本当か。次は世界一行ってみようか。お前鬼だな。なんで？卒業式まであと7時間ある。俺もうダメだ。何言ってんだよ。途中で投げ出すのか。お前書いてくれよ。俺さ、一つ思いついた。何？この間話したあれ書いてくれ。あれ聞いて俺感動した。のりゆきすげえなって、でかい男になったって。俺少し泣きそうになった。あれ書いてくれよ。3年 B 組は菅原保先生35名の入場です。次は3年 C 組、担任は足立俊子先生、卒業生36名の入場です。3年生諸君、ご卒業おめでとうございます。保護者の皆様おめでとうございます。皆さんは今日どうした？親父が来てる。どこ？保護者席。派手なスーツはすぐ分かる。それぞれの道に進むわけですが、どこで何をしていても、うわ、あのド派手なのか。俺教えてねえんだよ今日のこと。それなのにどうして。この前か、まずかったか。何やった？手紙書いた。のりゆきが登場部から来てくれって、晴れ姿見に来てやってくれって書いた。余計なことすんなよてめえ。汚ねえさ。嫌なら来ないだろ。うちの親父みたいに俺の分までガツンと一発食らしてやってくれ。お前ならできる。当時卒業生代表3年 C 組高橋範之。はい。当時紀之、頑張れ！
つまた何やってんだ。父さん元気ですか。生まれて初めて父さんに手紙を書きます。俺は今まで自分の不運を全部誰かのせいにしてきました。地元の広島で二度も続けて高校中退したのも、警察に引っ張られたのも全部です。でも俺の周りだって似たような大人ばかりで散々だったから、それで何も困らなかった。でも北井陽一で俺は自分がどれほどちっぽけで安い人間なのかを思い知らされました。教室や寮の中で自分が大きく見えるように、舐められないように、そんなことばかりに気を取られていたんです。父さん、俺は素の自分にここで出会って初めてまずいって思いました。誰かのせいにして逃げ込めない場所で、やっと俺は。どうしたの、竜樹。言いたいことあんだろ。僕たちいくらでも待つから。のりゆき大丈夫だよ。やっと俺は自分は何をどうしたいのか考えるようになりました。父さん、今まで俺はあんたが大嫌いでした。強引で傲慢で命令ばかりするあんたが死んでくれればどれほど先生するだろうと思ってました。でも俺はあんたから卒業します。そして父さんが事業に失敗して失ったものを、俺は俺のやり方で全部取り返してやります。その日を楽しみに長生きしてください。俺はここで得た仲間たちと生きていきます。それじゃあ元気で。卒業生代表、3年 C 組、高橋則之。みんな、二十歳を過ぎてから3度目の高校生にチャレンジした乗り切りのことを俺は一生忘れない。自分の弱さや甘えを、勇気を振り絞って語ってくれた乗り切りに俺は心底励まされた。俺はこの男を仲間に持てたことを誇りに思う。俺と同じ思いの奴は大勢いると思う。してはい。俺もう一度先生のクラスやりたいよ。
本当に。何言ってんの、よく頑張りました。いつか俺にも楽器ができたら絶対先生のクラス入れるから。じゃあまだまだ長生きして頑張らないとね。会社だったよ。ノリユキそんなに羽振りいいの？そんなことないって。うちなんかさ、下請け零細の土建屋だから何でも仕事選ばずやってるだけだって。ノリユキさんが結婚して子供までいるなんてね。でも転入した途端手出したすぐだパモロはトラック運転手辞めて自衛隊入ったんだって。うん、そうそう、今ね、恵庭の駐屯地にいるんだけどね。刑事はまだサラリーマンやってんの？やめちゃった。実家の和菓子屋で今修行中。ほう、若旦那？そんなんじゃないよ。志保はまだ栄養士続けてるの？うん、今札幌の病院で働いてる。こいつさ、レントゲン技師の男と付き合ってるらしいよ。どうしてそういうこと言うかな。うるさいよもう。ねえ、吉井君と連絡取れた人誰かいる？ダメ。電話したっしょ、手紙も書いたっしょ。でも全部無視されたまま。そう、元気ならいいけどね。先生、こっちも行こうよ。こっちも久しぶり。さてと、横浜市鶴見区鶴見4丁目。どっちだ？なんだよ。だって同窓会にも来ないし、足立も心配してたよ。帰ってくれ。やだ、今来たばっかなのに。昔の仲間とつるみたくないんだ。なんで？攻めの姿勢忘れたくない。またわけわかんないこと言ってバカじゃないの。帰ってくれ。じゃあこれだけ、足立からの手紙。ヨシエのやり方とかポリシーとか好きにしていいんだけどさ、もう少し余裕を持ったらどう？うるせえ。ああ、もう夜市来た頃のつまんない男の顔に逆戻りしてるよ、あんた。お前に言われる筋合いないだろ。爪髪またやってる。私今ある人から結婚申し込まれてるんだ。だから。なんだよ。もういい。ヨシエなんか大っ嫌い。吉江君、卒業以来ぱったりと連絡が取れなくなり心配しています。ご飯は3食食べていますか？栄養偏っていませんか？お掃除してますか？玄関とトイレだけでもきれいにしましょう。窓ガラスは曇りの日に磨くのよ。洗濯物は溜め込んでいませんか？暖かくなったら先生の家に泊まりにいらっしゃい。待ってます。覚醒剤、自己使用剤の採択に問題となります。
覚醒剤というものは実際に使用したかどうか捜査実証することが非常に困難とされています。どうして有利にならないか分かるかね。いいえ。確かによく考えてまとめられてる。同じレポートに優斗を採点する教官もいるだろう。しかし私にはそれはできないね。どうしてですか。君本音では法律なんかクソくらいと思ってたろ。つまらない理屈並べてないで一発殴りに行った方がよっぽど人間らしくて話が早い。正直考えてないか。いやそんなつもりは。君は司法試験合格を目指してるんだって。はい。君のそういう姿勢は必ず試験官に見抜かれる。今のうち考え直してた方がいいな。どういうことですか。放送を本気で目指すなら今の君ではダメだということだよ。医者からは覚悟してくれと言われました。多分もうダメなんだと思います。上音であなたの名前ばかり呼んでいます。義家君、死んではいけません。生きて生き抜いてちょうだい。気がついた。先生、どうして。話さなくていいから苦しいでしょう。学校いいのか。心配しなくていい、大丈夫だから。俺のために。そうよ。した子一人で置いておけないでしょ。
です。なんで泣くんだ。生きるのよ。何がなんでも生きるのよ。あなたは私の夢だから。俺が？そう。まさか。どうして？あなたは間違いなく私の夢です。不安になったらいつでも聞いてちょうだい。いくらでも何回でも先生繰り返すから。一時退院の許可が出たので。傷の方重いの？痛くないの？ね、熱は？先生、俺決めました。決意しました。何？俺は教師になります。だってあなた。俺は事故に遭ってこんなにも人が温かいもんなんだって初めて知りました。俺は今までずっと誰からも愛されていないと思っていた。でもそれは間違いだった。もしかしたら俺はいつだって愛されて許されていたのかもしれない。愛されていたのに俺が気づかなかっただけかもしれない。そうだね。俺教師になります。俺のこれからの人生は俺を救ってくれた教育に捧げます。大学は1年留年して教職課程を取ることに決めました。北雄与一と見つけた絆を次の世代に伝えていきます。よしえ君、俺は親を大事にできなかったから、まずは親のそばから始めます。ここが俺の母校です。俺の居場所はここでした。教師になるために、俺はそのためにきっと生かされたんだと思うから、俺はここで俺の夢を探します。
今まで一人ぼっちで突っ張って俺の苦しみなんて誰も分かってくれない。心を開いたら全員裏切りやがる。だから俺は誰にも心を開かない。そうやって一人で生きてきた。結果として一人ぼっちになった。辛かった。今辛いなら誰かを大切にしなきゃいけない。旅立ちの春、巣立ちの時、この3月末、義家博之教諭は母校を退職する。しかし教育の現場にこだわり続けるその熱意はいささかも変わってはいない。この母校が全てのスタートだった。彼を必要とする生徒がいる限り苦闘の日々は終わらない。北星学園与市高等学校、かつてヤンキーと呼ばれた不良少年たちはいなくなりつつある。しかし不登校や薬物などさまざまな社会の状況を映し出した子どもたちが集まっていることに変わりはない。新しく生まれ変わるために今年も春がやってくる。この番組は大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。